なんかタオル依存症かもしれません、私は。なんかタオルがね、離せないんだよね。はい、ナス丼作りました。草むしりして風呂入ってナス丼作ったよ。裏庭の草むしり大変やで。めちゃくちゃ積み上がってるよ、草ゴミが。これを緑の草をね、干して巻くのが大事なんだよね。いただきます。今週、サカス防止特別チームはジャニー北川氏が1950年代から長期間にわたって成果が